お出かけ用フリーザーバッグ弁当。まずはおにぎり。100グラムずつ。種を取った梅干しを入れて。にぎにぎ。よく洗ったさつまいも。濡れたキッチンペーパーで包んでいきます。上からラップをして。レンジに入れて、500ワット6分。このまま3分くらい置いて蒸らしておきます。やけどに気をつけながら、食べやすい大きさに切っていきます。2つずつラップにくるんで。完成しました。おはよう。500ワット1分半。海苔を巻いてジップロック。今日の軽食、おにぎり、ゆで卵、さつまいも自然解凍。おにぎり。